皆さんこんにちは、滝ひろみです。今回は元メガネ公式 YouTube チャンネル開設記念キャンペーンについてご紹介したいと思います。そもそも元メガネとはですね、ライダーが気になるバイクニュースやバイク用品だったり、あとパーツとか、あとキャンプなど、ライダーの物欲が加速するをテーマに、ライダーに役立つ情報を配信するウェブマガジンになっております。Twitter やインスタでも情報発信している元メガネですが、今回ついに YouTube チャンネルも開設しました。その YouTube チャンネル開設を記念して、今回プレゼントキャンペーンを行いたいと思います。開催期間が7月の15日から9月の14日までとなっております。応募方法は、まず元メガネ公式ツイッターをフォローしていただく、そして公式ツイッターからツイートされている今回の YouTube 開設記念キャンペーンのツイートを引用リツイートしていただいて、その引用リツイートに希望商品を書き込んでいただくだけになっております。そしてその気になるプレゼント商品をこれから一つずつご紹介していきたいと思います。まずはこちら、ドッペルギャンガーのバイクツーリングテント1です。シートバッグに収まるサイズのキャンツー専用テントになってるらしいです。すごいね、専用なんだ。シートバッグに収まるってすごいね。私も欲しいな。はい、お次がこちらです。ドッペルギャンガーのバイクツーリングコットテントになります。こちらがコンクリートの上でも全室が作れるバイク乗りのビバークテントだそうです。コンクリートの上で全室が作れるってすごいね。実物見てみたいな。気になりますね。お次はこちらです。ブリンドルキャンプソロキャンプ用バーベキューグリル&焚き火台かな。焼き面積が 160×160 の大きめの調理器具が使用可能なバーベキューグリルになってます。こちらもソロの方におすすめの商品です。こちらがキャプテンスタックのステンレスソロテーブル。いいね、かっこいい。ステンレスで半分に折りたためるので、多分これをこうした感じのサイズだと思います。結構大きいよね。いいね、便利そう。はい、お次がこちらです。尾上製作所のマルチスタンドプラスになります。焚き火周りに置けるマルチテーブルになってます。焚き火の上に置いて調理台としても使用可能だそうです。はい、お次が RS 太一のリキッドウィンドになります。去年発売されて話題になったよね。今年はちょっとリニューアルされてボトルデザインが変わったのと、インナーで黒が出ました。これとクーリングウォーター、この3点がセットになります。お次がこちらです。コミネのジャケット WP プロテクション 3L パーカーになります。カラーがオリーブレッド、サイズが L サイズとなっております。糖質防水生地を全面に使用したアウトドアテイストのライディングパーカーになっております。はい、お次はこちらです。ドッペルギャンガーの TPU ウォータープルーフバックパック、密閉&強靭な IPX7 を誇る超防水仕様のバックパックだそうです。はい、お次がストリームトレイルのフィッシュバスケットになります。釣った魚を入れておけるスカリになります。川でドリンクを冷やすのに使ったりもできるらしい。いいですね。はい、お次がドッペルギャンガーのナローバックパックになります。アクティブな動きでも荷物をスマートに持ち運べるスリム&軽量なバックパックになっております。はい、以上10点ご紹介させていただきました。ぜひ皆さん、今回のキャンペーンご参加ください。そして、元メガネ公式 YouTube チャンネルぜひよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もご覧ください。ありがとうございました。